どうも、緊急のレオンです。はい、ちょっと緊急に動画を撮ってるんですが、まあ一応ね、底辺 YouTuber なんですけど、誰が底辺やん。まあ、思いっきり底辺か。底辺なんですけど、YouTube ってね、見てるといろんなそのなんか動画流れてくるじゃないですか。で、今年で言うとね、やっぱりまあ、スポーツ界で言うと、大谷翔平、すごかったじゃないですか。まあ、何がすごいんかよくわからないんですけど、はい。まあでも一回はね、ロス見に行きたいですよね。ロスでしたよね、確か。ロサンゼルス、何でしたっけ、エンジェルスか。一回ぐらいね、見に行きたいですよね。で、まあ、すごい選手なんで、その動画がね、結構流れてくるじゃないですか。で、それに合わせてね、なんか関連動画がわかんないですけど、大谷翔平と、YouTuber のね、加納舞子が付き合ってるんじゃねえか、みたいな。そんな動画も流れてくるんですよ。で、あ、そうなんや。俺それ知らんくて。うん、全然。まあ別にね、他人の恋愛なんかに興味ないですから。あ、そうなんかと思って。で、加納舞子ってね、もともと女子バレーですかの選手で。まあバレーボールの選手にしてはすごい綺麗じゃないですか。目鼻立ちもね、はっきりしてて。で、あ、そうか、付き合ってんやと思って。で、加納舞子の年齢とか調べたら、もう34?5? 結構30代半ばぐらいなんですよね。で、大谷はまだ20代後半ぐらいかな。あ、姉さん女房的な感じか、と思ってて。で、付き合ってるかどうかはわかんないですけど、実際ネットのことなんでね。でも付き合ってたとしても、遠距離恋愛じゃないですか。加納舞子多分日本にいますよね。で、大谷翔平アメリカでしょ。あ、そういう感じなんやなと思ってて。で、まあ、これどうなんかね。舞子的には。付き合ってんのかな。はっきりさせてほしいなと思って。でね、これ結構見てたら、結構あるのよね。加納舞子、大谷翔平付き合ってるとか、もしくはまあ破局したとかさ。で、これ、俺それが気になって加納舞子の動画見てたんですよ。加納舞子別に一切もちろん一言も言ってないですね。あの動画の中で大谷翔平のこと。まあ当たり前だと思うんですけども。なんで、これまあ付き合ってるか別れたか別にして、付き合ってるんでしょうね、基本。基本的には。うん。で、例えばね、これ付き合ってなかったとしたら、いやいや、こんないっぱい動画流れてるんですけど、視聴者の皆さん、私付き合ってませんから、そもそも、みたいな感じで。って多分言うと思うんですよ。だってそれ相手に申し訳ないから。ね。でもそれ言わないってことは、あ、付き合ってんねんなと。うん。だから付き合ってることはもうこれ間違いないと。いうことが言えますよね。うん。まあ別にいいんですけど、付き合ってても。誰がね、どう付き合うの。でも、そうね。加納舞子もこれ調べて180中ぐらい身長あるでしょ。で、大谷翔平も190ぐらいあるでしょ。子供これ絶対2メーター超えだよ、これ。別にええけどさ。2メーター超えってたらバレーボール選手か、あ、まあプロ野球選手か、あとはもうサッカーのゴールキーパー。もうどれかでしょ。いや、すごいよね。まあでもそうね。確かにこんだけさ、ネットでいろいろ動画出されても、何にも反論しないってことは付き合ってるのは事実なんかなっていうのは、ほぼ確ですよね。それは感じますね。はい。まあね、どういうところがいいんでしょうね。加納舞子の。まあもちろん立場的にね、これはわかんないですけど、大谷翔平の方が明らかにね、人を選べますから、今だったらね、間違いなく、もう世界中のね、美女が大谷翔平と結婚したいでしょうから。まあその中でね、仮に本当に付き合ってるとなると、ね、まあなんかいいんでしょうね、加納舞子が。まあ、姉さん女房がいいのかね。結構上だからね。まああとはやっぱり大谷翔平もね、自分がアスリートなんで、まあ相手もアスリートがいいのかな。その気持ちはなんかわからんでもないけどね。なんかアスリートの方がなんか、サバサバしてて良さそうな気がするけどね。なんとなくですけどね。まあそんな感じでね、まあ近畿に動画撮った割にはね、何が言いたいんかって言われると難しいんですけど、そもそもね、俺のこの動画に対して マイコはレスポンス返すよね。マイコは付き合ってんのかということを俺は言いたいわけですよ。本当に。でも俺の予想としては多分付き合ってんやろうな。まあもう別れたか、付き合ってたのかわかんないですけど。いやでも付き合ってるな。もし別れてたらもうさっぱりいいかもしれんな。いやもうこんないろいろ出され、ね、動画出されてますけど、私も別れてますから、みたいな感じで。だってずっと出されんで嫌やもんね。はい。まあそんな感じで、まあ付き合ってるんでしょうね。予想としては。はい。まあまあまあ、お似合いかどうかは知りませんけども。
はい。まあまあ、大谷翔平君のね、くれぐれも足を引っ張らないように。はい、あと、舞妓チャンネル登録してる人、このレオンチャンネルも登録するように。